すると、その地獄の底に、カンダタという男が一人、他の罪人と一緒にうごめいている姿がお目に留まりました。このカンダタという男は、人を殺したり、家に火をつけたり、いろいろ悪事を働いた大泥棒でございますが、それでもたった一つ良いことをした覚えがございます。と申しますのは、それだけの良いことをした報いには、できるならこの男を地獄から救い出してやろうとお考えになりました。幸いそばを見ますと、翡翠のような色をした蓮の葉の上に、極楽の雲が一匹、美しい銀色の糸をかけております。